ギリギリあれだったんです。最後の買い物が付与されて、高尾行ってて終わったからね。そうだね、うん、
前だって100円のペットボトルとか普通だと思う。全然なくない？だから結局あれでしょ、前回緊急事態宣言あったりとかでさ、まあね、だから結構コロナ影響してるんだと思う。その入荷元がもう値上げしちゃってる可能性ある、売れなくなってきたから。クーポンが128円つくあれ騙されねえと思った。騙すね、そんな感じです。イオンのコーラにで、ね、ドンキはねカレーのレトルトと砂押しのラーメンが一番安い。うん、あれでいいよ。あれどうすんの？ポンクは、ポンクいなくなった。ちなみに僕のあの服変わったので、ウーバーイーツもあったかいのを知らない。